アメリカのジャーナリストが見つけた日本での新型コロナウイルスの死亡者が少ない理由が話題になっています。新型コロナウイルスの死亡率と国民の肥満率には明らかな相関関係があるのに、アメリカの専門家は決してそのことに触れようとしないと語っています。要約元はこちら。肥満率。日本 4.3%。中国 6.2%。韓国 4.7%。シンガポール 6.1%。米国 36%。スペイン 24%。ベルギー 22%。フランス22%、スウェーデン 21%、イタリア 20%、アイルランド 25%、イギリス 28%。 そんな日本とアメリカの違いに米国人からは様々な意見が寄せられていました。海外の反応。政治家は自分たちの側に問題のあることは議論しないから、この数字はロックダウンのせいでさらに上がるだろうな。アメリカの食べ物は毒なんだよ。体調を崩すように作られてるからちゃんと消化できないんだよ。体内から完全に消えるまでに6から9ヶ月かかる毒もある。お菓子には免疫力を弱める化学薬品が大量に使われてて、砂糖の健康にすごく悪いから。 36% は高すぎるよ。何とかした方がいいかもね。ジャンクフードをやめないと。このままだと健康な人がいなくなってしまうよ。数年前に機械学習を使ってアメリカの軍による糖尿病の要因を調べてみたんだけど、主要因の一つが余暇が少ないことだった。アメリカ人が怠け者だからじゃないんだよ。単に忙しすぎたり何個も仕事を掛け持ちしてるから。イスラエルは職場に戻るかどうかを考慮するときに年齢や持病と同じく、肥満もハイリスク要因に加えてるよ。コロナより肥満で死ぬ人の方が多いだろうなってずっと思ってたよ。肥満防止のためのパニックや政府介入はしないのかね。プログラムやリソースはあるけど、個人の自由のままにされてるよね。オーストラリアとニュージーランドもかなり肥満率は高いけどね。でも、彼らの方がはるかに距離があって、抑え込むのが簡単だからね。アジアと西洋の肥満率の違いではコロナ死者の違いは説明できないよ。肥満によるリスクは2倍だけど、死者数の差は100倍以上だから。日本とニューヨークみたいな大勢人が行き交う場所での衛生管理もコロナの拡大に影響する可能性があるよ。私の感想。今回の自粛期間に太ってしまう人は多いのではないでしょうか。何を隠そう、私もその一人です。笑い。日本人と欧米の方の死亡率の差というのはまだわからないことも多いですが、原因は一つではなさそうですね。重症者に宿る強いウイルスを封じ込めるのが重要とおっしゃっている専門家がいましたが、私もその通りだと思いました。